はい、酒好きな新潟人飲酒動画、今回は、中杯、朝日の辛口焼酎ハイボールの青しそ味、糖質ゼロ、プリン体ゼロ、アルコール度数 8%、炭酸強め、無果汁です。無果汁かよ。期間限定。原材料が焼酎と酸味料と香料とカラメル色素と甘味料。だからこれ甘味料が入ってるのがダメなんだよな。まあだから、だけど、青しそ味って結構珍しいじゃないですか。だから買った。だから買ったんです。うん。だって、チューハイで青しそ味なんて、聞いたことねえなぁと思って、買いました。まあ、いわゆる青しそっていうと、まあ、梅っぽい。青しそっていうから、まあ、梅っぽい味かな。ああ。ああ。じゃあ、乾杯。うわ。うわ、なんか、懐かしい味がする。なんだこれ。すっげえ昔になんか、飲んだことあるというか、味わったことあるというよりは、なんか嗅いだことのある香りが。なんか香りってさ、なんか、昔を思い出させるよね。なんかそういうらしいです。味より香りっていうのはなんか脳に残りやすいらしくて、昔の、懐かしいって思わせることが結構あるみたいですね。科学的にね。だから懐かしい香りとかを嗅ぐと、あーって、なるみたいです。これも結構あるもん、そういうこと。あ、なんかこれ懐かしい香り、どっかで。昔嗅いだことあるけどなんだかわかんねえ。みたいな。まあ、いっか、みたいな感じ。ああ、どっかで嗅いだ。どっかで嗅いだんだけど、どこだったか、忘れたっていう感じですけど。まあ、よくわかんない。うわぁ、なんかすっげぇ香り。懐かしい香りがする。けどわかんねえ。どこで嗅いだんだったかな。っていう感じ。の味が、味っていうか香りがするね。これ青しそなのか。青しそってちょっと違うんじゃないか、これ。なんか、なんだこれ。あ、クリームソーダの、メロンクリームソーダってあるじゃん。あれのクリームソーダの味の香りがするような、それに似てる香りがするね。もうわからねえ。もうなんだかわかんねえけど、とりあえず青しその香りとちょっと違うんじゃないかな、これ。しかも、変な甘さもあるしね、まずい。ぶっちゃけ一言で言うと、まずい。これはもう、まずい。本当に朝日チューハイで、なんかまともなチューハイねえんだけど、ほとんど。本当になんかろくでもねえの作っとるな、この朝日。本当に。ハイリキザスペシャルストロング、これもおかしいけど。辛口焼酎ハイボールとかで、まあね、タガラの焼酎ハイボールパクリ、丸パクリしてるくせに、ものすごくまずいっていう。甘味料が入ってて、さらになんかまずいっていう。どうしようもない。うわ、まずこれ。気分が悪くなってきた。香りがなんか恐ろしい、なんか、薬品じゃないけど、なんかおかしい。まず。
なんかまず。とにかくまず。本当にまずいな。ああ、これまずいわ。気分が悪くなってくる。なんかこれね、ちびちび飲んでるとね、どうしようもない。これ、マジで。こういうまずいのはね、一気に飲まないとね、あれなんですよ。あかんのですよ。こういうの。基本的にこう、まずいから、と言って、ちびちび飲んでると余計にまずくなってくるんで、本当に。やめた方がいい。やめた方がいいんだけど、まずくすぎて、進んでいかない。あんまりにもまずくて。うえ、なんか、気分を害するな、この香り。気分を害する香りだ、これ。うえ。気色悪くなってきた。うん。マジで。これはあかんぞ。うわ。うわぁ、これはおかしい。うわぁ。これはもう飲んでいられないね、これ。ああ、まずすぎる。この変にこの甘いっていうか、んっていう変な甘さがあるっていうか、甘味料なんだけど。それもまた後引く甘さが、この腹が立つ、なんか、残ってくるんだよね、口にね。なんかね。はぁ、なんだよこれ。やっぱこのシリーズはおかしい。ちょっと考え、頭がこれ、開発者、頭がおかしい。やっぱり。この辛口焼酎ハイボールを作った人間は、マジで頭が湧いてるとしか思えない。うん。多分本当に湧いてるんだと思うけどね。なんでかっていうと、糖質ゼロなのに、ね、甘味料を入れてるんだよね。これ頭おかしい。これ完全に頭がおかしい。うん、糖質、前もこれ言ったな。糖質ゼロなのにさ、ってことは甘くないのを重視したいはずなのに、甘味料を入れることによって結局甘いんです。だから、意味がわからない状態になってる。で、辛口と銘打ってる分際で甘いんで、甘味料が入ってるんで甘いんで、意味がないんですよ。だから、アホ、うん。で、焼酎を使ってるのに、なんか、甘味料を使ったことによって、なんか、よくわからない。ね。なんか別に焼酎のうまさも感じられないし。大体がして、朝日は多分焼酎に向いてない。そもそも焼酎っていう、ろくなもんを作ってない、この会社。自社ブランドの焼酎が、まあ、ろくなもんがないんですよね。おそらく使ってるのが大五郎とかじゃないですかね。朝日で。まあ、あと、かのかとかもあるけど、これはあれだからな。これは多分違うと思う。焼酎でね、氷焼酎。朝日の氷焼酎って、かのかはあれなんですよ。氷とおつるい、混和なんで、これ厳密に言うと違う。氷焼酎だと大五郎とサザンっていう。これが俺飲んだことないんだけど、サザンってやつね。これ飲んだことない。売ってるんだけど、
買ったことないっていうより、なんか高い系のやつ、ね。ペットボトルがないパターンのやつ。だから多分あんまり売れてない。おそらく。ちょっと贅沢な味わい、ちょっと贅沢な焼酎って書いてあるから。まあ、若干飲んでみたい気もするんだよね。サザン。香類焼酎にちょっと贅沢とか言われてもなんかしっくりこねえけど。香類焼酎、うん。あ、ペットボトル一応あるんだね。見たことないけどね。なんかちょっと高級風味を出してるこのパッケージを。ね。で、もうそれと相反する、あの、一番俺がまずいっていう。ので、まあ、一番ではないか。いや、まあ、一番、多分下手したら一番まずいね。香類焼酎で一番俺がまずいという、あの、自信を持って進める、逆に進められる、ものが大五郎です。これがものすごくまずい。最強にまずい。あの、当然ながら、ストレートで飲んだらものすごくまずい上に、割ってもまずいっていう。どうしようもない。これほどまずい焼酎の、香類の焼酎は知らない。まあ、時点で、あの、狂月とかのあれ系ですね。狂月とかよりもまずいっていう。すっきり純粋仕上げとか書いてるけど、どう見てもなんか川の水とかを使ってんじゃないかなっていうレベルのまずさ。なんかね、あの、ものすごいアルコール臭するんだよね、これ。恐るべき、アルコール臭がする。なんか、雑味しかないっていうか、香りが、あの、本当にこれ連続式蒸留なのかというレベル、製法がね。香類焼酎って本来は連続式蒸留って言って、まあ、いわゆる蒸留、科学の実験でやったと思うけど、蒸留を何度も繰り返すっていうのを、それで不純物を取り除くっていう製法なはずなんだけど、全然不純物しか香りとして感じない。うん。あの、工業用アルコールみたいなのを飲んでるんじゃないかっていう味。まずい。とにかくまずい。これを飲みたいっていう人は、多分、あの、本当に、あの、まあ、本当になんか、本当の多分アルチューなのじゃないかっていうレベル。本当に、あの、アルコールの香りが大好きですっていう人間しか多分飲まない。おそらく。これほどまずい香類焼酎は俺は知らないです。びっくりするほどまずい。これある意味あの、すごい。だから香類焼酎だと俺サザンが飲んだことないから、まあ、今度買ってみてもいいか。このサザンってやつが 700ml からしかないんですよ。700ml で25度の870円って結構高いんですよ。700ml で870円結構高いな。普通に高いな。なんか地味に高い。まあ高級路線を行ってるんだと思うけど。でね、この会社ね、焼酎のね、芋焼酎とかもいろいろ出してるんだけど、これといって、あの、聞いたことないような、あの、ものしかないんですよ。芋焼酎。麦焼酎に限って。ただ数は出してんだけど、誰も当たってない気がする。本当にあの、冗談じゃないけど、本当にあの、俺聞いたことない名前ばっかりなんだよね。うん。どれ一つとして当たってない感じが、ビンビンするんだよね。
本当に。もう聞いたことねえよっていう。一番おかしいのはな、何これ、トンボの昼寝だって。聞いたことねえよ。なんだこの銘柄、どこ、どういうあれなんですか、コンセプトなんですか。聞いたことねえよ。トンボの昼寝ってもう意味がわからない。もう訳がわからない。本当に。あの、これ、芋焼酎だよね。え？あ、芋焼酎プラス麦焼酎なのか。これすごいな。トンボの昼寝。うまさが、その名前で全く、あの、感じられないレベル。トンボの昼寝、麦芋焼酎。違う、芋麦焼酎。もう、訳がわからんね。なんか、かっこよくもないし、あの、なんか、うまそうでもないし、あの、かといって、まあ、まずそうでもないんだけど、なんか、よくわからないっていう感じの名前。トンボの昼寝。もう訳わかんねえ。だいたい売ってるところ見たことねえよ。どこに売ってんだよ、これ。もうほとんど俺、本当にあの、これ見たことない焼酎ばっかしか売ってねえんだよ、ね。芋焼酎。麦焼酎。朝日、本当に。焼酎作らない方がいいぞ、これ。本当に言うけど。本当、ビールだけ作ってればいいと思うよ、この会社は。チューハイもまともなのないし。あの、普通にあの、スーパードライでさ、一応、日本で一応売り上げナンバーワンのはずなんだけど、それにしてはなんか、焼酎とか、チューハイ全く売れてねえと思うんだけど。知名度はあるんだけど、全く持って。サントリーよか悪いですね、うん、しかもこの会社あれですよ、まあ、ぶっちゃけて言うとあれだけど、日華ウイスキーのね、会社だからね、親会社、日華ウイスキーの親会社っていうか、なんていうか販売会社、製造は日華だけど販売朝日だから、あの、今の日華ウイスキーは本当にあの、オワコンだからもう買わないけど、本当にオワコンになってるんで、ほぼ買う気はないんですけど、それに伴って販売会社が朝日なんで、あーってなるんですね。まあ、朝日叩きはね、まあ、実はこれだけじゃなくて、あの、聞いた話だと、てか俺もね、実は朝日の工場行ったことがあって、ビールの工場。確か大阪の仕事で行ったことがあるんですが、大阪にいた頃に行ったことがあるんですがね、この会社、非常になんか、他のブランドがなんか嫌いらしくて、なんか車でこう、行くじゃないですか。で、行ったら、なんか止め、あの、その、検問所みたいなとこに、があるんですけど、そこで、なんか他のブランドの、例えばサントリーとかの缶コーヒーとかを車の中に置いとくと、それあの、持ち込みできないんで、やめてくださいって言われるらしい。なんじゃそりゃって。意味わからんでしょ。工場見学に来たのに、あの、そういうのやめてくださいって言われる。これは本当にガチ。ガチらしいっていうか。本当にガチって。あの、俺、その時に、
上司に言われたけど、この会社、社内に、缶コーヒーで、アサヒ以外の、缶コーヒー置いとくとダメだから、ジュースとかもそれ、あれダメだから持ち込みできないからさ、片付けとけよって、って言われました。なんやこや。何そのわけわかんないの。で、しかも結構、電話対応とかも結構雑らしいです。本当に。この会社は。電話でアポ取ったりしようとした時とかに結構、2ちゃんで書いてあったけど、すげえ、適当に対応されるらしいです。この会社。まあ、興味があれば、ぜひね、工場見学、行ってみて。適当にね、なんかサントリーとか、缶コーヒー置いて、車で通ってみてください。多分、止められます。おかしいよな、絶対。どういうことなんだよ、それって。本当におかしいと思う。ね、これググってみますよ。アサヒ。工場見学。お菓子。ググるか。ちゃんちゃらお菓子。ダメか。なんか出てこない。工場見学でさ。いや、あるんだって。本当なんだって、これ。他社。他社のジュースとかで書いてねえかな。本当にこれ、マジでおかしいんだよ、この会社。あ、出てこねえか。あれおかしいな。確か、俺が行ったのが、アサヒビールに、大阪の、吹田だったかな。まあ、ええやん。でも、すごかったですよ。めちゃくちゃね。工場見学って、工場見学ではないんだけど。でかいビールのね。タンクがありましたから。工場見学。あれおかしいな。2チャンネルにおかしいのがあったはずなんだけど。あれおかしいな。とにかくこれはマジで俺が実際に体験した話ですから。実体験よりあれはないよ。実体験より有能な体験などないよ。本当に。本当に朝日は本当に アポ電話してもね、すごい対応らしいから。本当に。
まあ、それはまあ俺は知らんけど、少なくとも、他社の多分、あれではないですよ。車でお前通行して、その入り口で、ちょっとあれせよって。他社のブランドの、あれ片付けとけって。はぁ言われたのは。まあ、言ったのがその、俺の上司だったんで、どうだかはしない。本当にその、そういう、言われるのかはわかんないけど、あくまで俺は、会社の仕事で行ったんで、そのタンクとかの、確か清掃業務で行ったんだったかな。行ったんだけど、まあ、あくまでこっちは、あれだからね。委託される側なんで、まあ、仕事もらってる以上、やっぱりその、あれですか、頭が上がらないっていう、朝日には頭が上がらない状態で言ってるわけですから。まあ、実際そのどうなのかは、それ言われるのかどうかわかんないけど、あくまで言われないようにっていうことで多分、ね、迷惑がっていうか、まあ、あんまり悪い、あれを、ね、評判を与えないために、多分、片付けろって言ったんだろうけど、本当に片付けないで行ったら、どうなったのかはわかんない。あ、いや、もうすごいですね。もうわけわかんない。まあでも言ってもビールでは、一番、ね、売れてるあれですか。やっぱスイタですね。朝日のスイタ工場。あ、スイタ工場が朝日発祥の地なんだ。へぇー。まあ中まで俺見なかったっていうか。工場の中入ってないですね。中入ってないっていうか、その、建物の中ほとんど入ってないからわかんないけど。そうなの。でも、新潟の近くには多分ないでしょ。福島工場。行きたくねえな。唯一俺が工場見学で行けるって言っても大体新潟なんで日本酒なんですよね。日本酒の工場見学は別に行きたくない。有名なとこだと船口の一番搾り。どこ？あれ、どこだっけ？船口、菊水ですね。菊水。菊水の工場見学は行けるんだけど。行こうと思えば行けるんですよ。全然。もうすぐ近くだ。すぐ近くっていうほど近くもないけど、まあ。ね。ただね。別にね、行くほど日本酒好きじゃないし、別に菊水の日本酒もそんなに好きでもないんで、行かない。行かない。本当に行かない。これが例えばね、ここの菊水酒造の場所にね、ね、俺が愛する、あれですよ。宝の、焼酎の、宝焼酎の、ブランドのメーカーのやつ、ね。
工場があったらもう喜んでいく。宝焼酎大好きだから。俺が愛するのはもう日課はもう終わったから、まあ、前は日課好きだったんだけどね。まあでも、日課でも行ってるな。今、現在でも行ってるよ。少なくともウイスキーの工場は絶対行きたいんですけど。行ってみたいは行ってみたいんだけど、主要なとこはないんで。新潟は、なんて、ないでしょ。ウイスキーって基本的に、多分、一番いいのは、どこだろうな。温度変化が激しいところだから、アメリカとかはすごいあれなんですよ。ウイスキーの作りにすごい適してるらしい。うん。まあどうなんですか。新潟はまあ、日本酒ばっかりだからな。ウイスキーはないです。まあウイスキーのね、まあ主要なメーカーブランドがあれば絶対行きたいっていうか絶対行ってるんですけど、おそらくない。で、ビールもない。まあビールも好きだから、ウイスキーも好きだし、ビールも好きだし、ただ日本酒は嫌いだから、除くとして、焼酎は大好きなんで、焼酎とかもあったら絶対行くんだけど、ないんですよ。で、あと、スピリッツとかは、まあ、いわゆるジンとかウォッカとか、ラム酒とかも好きなんで、絶対あったら行くんですけど、ないんです。だからもう、どれもこれもないんです。梅酒もないし、梅酒も好きなんで、ね、行きたいんですけど、ないです。新潟県なんでもう、あれですよ。日本酒嫌いな人間にとってはもう地獄みたいな環境です。地獄は言い過ぎか。別に好きじゃねえからって。何？新潟県人だから、何？日本酒好きじゃないといけないのっていうレベル。日本酒嫌いですって言うと。新潟人なのにとか言うんだよ。なんだよ、それって。偏見かよ。日本酒嫌いだよ。まずいわ。いや、うまいのもあるんだよ、当然。確かに。うまいの、あれだよ。で、八海山とかだったら、お前、普通に俺行ってるわ。もう。八海山、普通に行くわ。うん。いや、ただね、菊水酒造もね、ネタとして言っても悪くはないんですよ。ネタとして。いわゆる、こう、スマホでこう撮影しながら、動画の、ニコニコ動画とか、4つ目に上げる、系列も。ただね、ネタとしてはいいんだけどね、それによってね、俺が菊水酒造が好きですって言ってるようなもんだからね。俺別に菊水酒造好きじゃねえからって。別に好きじゃないってことないんだけど、普通ぐらいなんだよ。だからね。やっぱ俺のプライバシーっちゃうわ。ポリシーとしては、やっぱり好きなところに行きたいんですよ。例えば日本酒だったら、八海山酒造。八海山酒造じゃない？八海山のとこね。もしくは、しめはりつる。そう、だから今俺が行ける中でうまい日本酒。しめはりつるじゃん。しめはりつるの酒造のあれ行けばいいんじゃん。工場見学行けるぞ。近いから、割と近い。近いっていうほどでもない。宮尾酒造。割と近いこともない。近くもないこともない。村上だから、
割と近いんじゃん。尾行、酒蔵見学は受け付けておりません。ちゃーん。チーン、終了。もうダメじゃん。締め張りつるの無理じゃん。酒蔵見学は受け付けておりませんって書いてある。やっぱできないんだ。ダメじゃん。ダメじゃん。でもこれさ、ネタとしてさ、あくまでもネタなんだけど、あくまで、いや、うん。あくまでもネタだけど、これさ、俺がさ、新潟に生まれた以上、やっぱり新潟に生まれたかったっていう人間もいると思うんだよ。そのためにね、酒蔵の見学に行ったらいいんじゃないかって、あくまでもそのネタとしてね。ネタとしてというより、まあ、その、酒好きな人間として、こう、一回も俺行ったことないからね、酒造見学って。ね、行ったことないんで。これ行って動画に上げて、まあ、まあだって当然ながら行きたくても行けない人間いるわけだからね。それを考えるとさ、確かに行ってもいいんじゃないかなと思う。しかも今の季節、今10月、まあ11月ぐらいだろ。ということを考えると、ちょうどシーズンじゃないのか。日本酒って冬シーズンだよね。多分、一番忙しいのは多分冬なんだよ。おそらく。だって、米が取れるのが秋でしょ。秋も過ぎたから、もう今ちょうど秋ぐらいなんだよ。秋ぐらいだから、米が取れて今仕込んでる状況だから、やっぱり忙しいから逆に、あれなのか。今がほんとシーズンだから、逆に忙しすぎて工場見学を取れないっていうパターンもあると思う。おそらく。おそらくそれはあると思う。それはあるとは思うけど、よく考えてみたらそういえばそうだな。一つ問題があった。一つ重要な問題があった。そうだ。そこの工場に行ったとしてもだ。しまったな。工場に行くのが車で行ったら、試飲ができないじゃん。チャカチャン。試飲ができないということは、車で来たから試飲ができません。ブヒーってなるわけ。なんだよ、それ。お前、工場見学の目玉がやっぱ死んだろ、お前。それができないなんて言われて、お前、俺、涙目だ。そっか。どうすればいいんだろう、これって。車で行けないじゃん、じゃあ。
でも結構あるな。案外あるね。新潟だけで、新潟の、俺が行ける範囲だと多分13箇所ぐらいあるな。結構あるね。へぇ。酒飲めねえとかマジ。行く意味ねえんだけどな。悪いけど本当に行く意味ねえんだけどな。酒飲めねえとか。行く意味ねえんだよな。結構あるね、本当に。本当に結構あるわ。俺が車で行ける範囲だと13箇所ぐらいあるわ。13箇所もないか。10箇所ぐらいは多分行けなくないんですよね。工場見学か。まあでも、まあね、そんなこんなんですけど、まあに、うん、まあ、あ、まあ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 。ちょっと頭の片隅に置いといた方がいいけども、なんかあれだな。その工場に結局車で行かなきゃいけない田舎の人間はやっぱりきついよね。2341です。ご視聴ありがとうございました。